ちょっといいかな。よし。よう。ちょっといいかな。よーし。
らっしゃい。急な用事でもあった？そこまでしなくても、濡れたら濡れたで替えの服とか貸してあげたのに。うちが喫茶店じゃないって覚えてくれるならね。はい、どうぞ。褒めてもおやつは出さないわよ。そうね。こんな雨の日に来るのは、何も買わずにお茶だけ飲んでくどこかの誰かさんくらいじゃない？こういう暇な日もないと、在庫整理ができないからちょうどいいわ。やることはいくらでもあるし。防具はね、作らないわけじゃないけど、武器で手一杯だからなかなかね。そうね。だったら、ちょっと協力してくれる？採寸。キリトの体に合わせて防具を作るから、採寸させて。
必要ないけど、気持ちの問題よ。防具なんてほとんど作ったことないから、まずイメージ作りから始めないと。システム的にはインゴットを叩くだけで完成しちゃうけど、それじゃあ気持ちのこもった装備品にならないわ。何ができるかはわからなくても、こんな防具になってほしいってイメージは常に持ち続けてないと。ここにはあんたしかいないでしょ。防具を外してくれる？なるべく薄着の方がいいから。まだ残ってるでしょ。小学校の身体測定の時、キリトはどうしてたの？まったく往生際が悪いんだから。それじゃあじっとしてて、上から順番に測っていくから。我慢して。ちょっと腕を上げてくれる？胸周りを採寸するわ。そうね。ちょっと待って、うまくメジャーが固定できなくて。よいしょ。少しだけこうしていてもいい？キリト、見た目は細いのにたくましいんだね。細いけどしなやかで、筋肉が綺麗に動いてて、
して触ってるとすごくあったかい。キリトはいつもこの体を傷だらけにして私たちを守ってくれてるのよね。血を流して苦しんで命を危険にさらしながら攻略を進めてくれてるのに、私には武器を作ることぐらいしかできない。ごめんね、私ももっとキリトの役に立てればいいのに。ありがとね。了解よ。頑張ろうね。